世界経済フォーラムでの竹中平蔵金融再生プログラムとは2002年10月竹中平蔵金融担当大臣が作成した日本の金融機関の再生を目指した政策案のことである通称竹中プラン使用業の不良再建問題を通じた経済再生がその主軸となっている要点は以下である資産査定の厳格化のため 市場価格による査定を徹底させる大口債権者の債権者区分を統一させる銀行による自己査定と金融条件差による査定の差を公表し、自己査定をより健全なものにする必要があれば公的資金を活用する用意があることを明確にし、さらに公的資金についても検討繰り延べ税金資産の査定を適正化する経営健全化計画が未達成な銀行に対しては、 業務改善命令を出す日本は90年代を通して100兆円以上の財政出動を継続して言っていたが、しかし経済は回復せず、失われた10年を脱せていない状態であった。それは行うべきバブル期の不良再建処理を怠っていたからであり、小泉内閣発足時の初信表明演説においても不良再建処理の推進を宣言していた。就任した小泉総理は、 構造改革の一丁目一番地と位置づけ、金融庁に不良債権収束宣言をできるようにせよと指示した。しかし金融庁の案は、大口債権者問題の解決を避けたものであり、処理は一向に改善されず、世界経済フォーラムにおいても日本は本当に処理を進められるのか疑問視されていた。そこで2002年9月30日の第一次改造において、 小泉総理は金融担当大臣の柳沢白を、鉱鉄し、経済財政政策担当大臣であった竹中を兼務させ、竹中らの手により、不良債権処理プログラムが作成された。2003年、理想な銀行の監査法人は、栗延税金資産の資産形状を適正に行った、結果、自己資本比率が4%を大きく下回る2%台で、あることが判明し、 5月27日に預金保険法に基づく資本注入を申請した。同行は総額1兆9660億円の政府出資を受けて国有化された。同年、足利銀行の監査法人は栗延税金資産の資産形状を認めず、その結果同行は債務超過であることが判明。金融庁は11月29日に預金保護法に、 基づく破綻処理を発動した。ゾンビ企業とは、債務超過で回復の見込みがないのにもかかわらず、追い出しや金利減免などの銀行の支援によって生きながらいている非生産的な企業と定義されている。メディアでは、大口債権者として以下の旧社が報じられた。金融再生プログラムなどに伴い株価、債権、不動産などの資産価格が、 大幅に落ち込み、企業の倒産なども増加したため、不良債権はさらに増大するという事態を招いた。ここには、金融により、企業の整理淘汰を後押しし、弱体化した企業を切り捨て、生き残った企業により、日本経済を復活させることができるとの考えにより、金融を通じて、産業構造そのものを作り替えようとする、政治的意図があったと考えられている。 最初の不良債権処理が99年に行われ、公的資金投入により多くの不良債権処理は済んでいたものの、3年に再度の不良債権処理が行われたことで銀行の自己資本比率は向上し、大規模増資が行われることとなった。ありがとうございます。